はい、ということで前回ね、デメマダラ王国とヘビガラス場所にちょっと行ったんですけど、ちょっとコテンパンにやられたんで、ちょ別のね、ちょ洞窟行きますか。惑いの水源行こう。雲の根城も行きますか。雲の根城なんか、ボスが、なんかわかる気がする。あいつなんだ？あいつ新しいモンスターみたいにいるな。新しい生物だな。モンスターではない。まさにこの2種類よ。もうね、分かってたと言わんばかりのね、選び方です。リンゴ、あ、トマト。いけ、いいぞ。卵もあるし、トマト。安っ。一目惚れ。なんかイチゴみたいな名前だな。よし、ここクリア。じゃあ行くぞ。カエルいいんじゃん。マジかよ。今さ、すごい光景見たんだけど、クモがカエル持ってたよね。超存在。
逃げんなって。多いね、いいよ。さあ、なんだ？こっちなんかあんのかな？ないね。なんだろう、ブラックベリーソーダ、デリシャスって書いてある。発想エンブレム、あ、違うやん。まあなんとかなんとかエンブレムなんだね。てか、いいぞいいぞー、早い、めっちゃ早い。花ピクミンやべえわ。3階でーす。これなんだっけ？これなんか電気っぽいな。どうしたらいいのこれ。え、どうやったすんのこれ。倒せないってこと？え、これ倒せんのかな？
パインアップルって書いてある。うわ、やっぱ20か。いや、なんか2箇所あるんだけど。あれ？なるほどね、これ卵か。我慢のコンテナ。行くぞ。オッケーオッケー。まだあんの？いいねー。おお、紫じゃなくてあれか、白必要。なんかここ
まあ、とりあえず、もうちょっと開けるようにして、これ何？え、カニんじゃん。まさか毒を食わせるやつ、これ。よいしょ。オッケー。これさ、あれだね、麦製とか麦じゃね？そんな感じがするな。うわ、あいついいんじゃん。なんだ？チョコレート？キングオブスイート。見えねえよ。これずるいって。普通に難しいな。はい。いいか。いや、なんか倒し方が嫌だな。白ピクミン食べさせて倒すの。ここにも缶詰あんのかよ。
いや、さすが24じゃきついかな。そっから多分ボスいるんだよね。10円希望の日、希望の明かりかな。オッケー。さてじゃあ24匹でちょっと失ってしまった。ここさ見えないのずるいよな。だいたい5階だとファイナルぽいよね。まさか。え？半分半分いった、半分いった、半分いった。いいよ、覚えてるよ。あ、やばい。それはやばい。あんじゃん。へえ。何の鍵？あの巨大海中体崩れてしまいました。あんな巨大な虫を回収しないで済んで安心しました。やっと落ち着きました。おや？このキラキラ光る物体は？お2個でいいの？ラッキー。だいぶ体力少ないな。でもあこまた白ピクミン連れてこないといけないから大変だな。なんだろうね。100円。あの鍵、この形どっかで見たような。社長が通販で買った平行次元連結装置。あ、ここから遠く離れた場所に巨大な次元変動を感知しました。次元波に乗って謎のメッセージを受信しました。タイトルからチャレンジモードへ。さっぱり意味が分かりませんが、とりあえず完成した装置はシンプルにあの鍵と名付けておきます。ほう。100円だったか。これだけ苦労したのに。
いやー、結構失ってしまったピクミン失うのがさ、でかすぎてさ、パーツなんだ。へえ。あいつどうやって出すんだろう。パーツじゃない、ごめん。ダイヤ、パーツが抜けないんだよな。まだ行ってない場所めっちゃあるんだよね。一回戻して、ちょっと青で。なんで赤いんの？え？HP の体力ゲージだけど、わからんな、減らし方が。行く場所めっちゃあるね。こっちも行かないといけないし。一つさ、その洞窟クリアしただけでちょっと、やっべー。青必須やな。
いやーむずい。せめて大丈夫かな。やばい来てる。あいつを頑張ってくれ。全然すまねえ。ここ難しいぞ。ちょっと。OK、増えてる増えてる。いいよ。黄色も増さなきゃいけないんだけど。まだかー。もうちょいんじゃないんかーい。まだか。これ死んじゃうかな。お、ファイト。大丈夫かな。いや大丈夫のはず。前回大丈夫だった気がした。あ、ダメかも。うわー、ダメだった。いやーマジひどい。あー今日マジマイナスかよ。はい、パパ出世したってママが大喜びしてたよ。部下をいっぱい引き連れてるんだよね。すごいや。今度は僕も連れてってよ。ところでキャプテンのがグレートキャプテンなの。どうなんですかね。ということで雲のねじろをクリアして、ちょっとピクミン、青ピクミンが無駄な犠牲になってしまったのをちょっと謝罪します。はい、次回やっていきたいと思います。